どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。プリティストア限定アイドルプリキュアシリーズ夏フェスの方をご紹介したいと思います。まさかのアイドルプリキュアシリーズが帰ってきました。今回は夏フェスというのがテーマで、なんとキラキラプリキュアモード全員のメンバーがアイドルチームとなって登場しました。ちなみにいちかちゃんはアイドルプリキュアメンバーとして出るのは2回目となります。今回はアイドルプリキュアシリーズのグッズの中からうちわと T シャツの方を買ってきましたのでご紹介したいと思います。ではまずうちわの方から見ていきましょう。キラキラプリキュアラモードのアイドルメンバーになります。名前はキラッとオープンツーウォールとなります。それぞれパティシエ風の衣装がモチーフになってますね。そしてもちろんそれぞれの動物モチーフのデザインも入っております。背景に関しては動物の足跡とお花がモチーフとなっておりますね。後ろはこのようになっております。アキラ、ユカリ、青いひまり、シエル、イチカと書かれていて、下にはキラッとオープントゥーウォールと書かれております。背景はお花柄がかなり目立ちますね。そしてこの商品の目玉であるプリキュアオールスターズ2017アイドルプリキュアシリーズバージョンです。素晴らしいですね。今までのプリキュアシリーズが全員集合となっております。初代である2人やプリキュアマックスハートからキラキラプリキュアラモードまでのメンバーがぎっしりと埋まっております。近づくとこのような感じになっております。ちなみに後ろ側は何もデザインされておりません。続いて夏フェス限定以外のプリティストアの商品紹介したいと思います。こちらの方だけ買いました。キラキラプリキュアラモードの6人メンバーによるメモ帳になります。後ろはこのようになっておりますね。ちなみに中身のデザインはこのようになっております。背景は全部全く同じデザインですね。以上でプリティストア限定プリキュアアイドルシリーズ夏フェスの限定商品の方をご紹介いたしました。まさかこのような形でキラキラプリキュアアラモードのメンバーがアイドルプリキュアシリーズになるとは思ってもおりませんでしたね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。